はい、では、本日の BWE、2本立てでいきたいと思います。もしかしたら3本目あるかもしれないですけどね。では、1本目、エマ・ココナエ VS 渋川アーマネで5先やっていただきたいと思います。今日は特別ゲストとして、クラリさんが実況を交えつつ、これ、どういう感じでいつも実況してんの？ですね、真面目なの？真面目なのは、ショーダウンの方でやる。あ、もうスタートしちゃって大丈夫ですよ。うん、ショーダウンの方なんで、でもやっぱある程度真面目にいった方がいいんじゃない？ある程度真面目で、うん、ある程度砕けてて大丈夫です。イメージは八王子バカルセバトルのあれをそのまま。僕もね、あれ大好き。イフリートキャッチャーでもカです、うん、だからアマネの技名間違えても許されるんですね。大体八王子バカルセバトルはさ、ロチャさんか、あとは、まあ、サーモンさんか、あとは竹山、竹山、たまに流星が握ってたりしますけどね。はい、ってことで、ここの絵アマネか、どうなんだろう。だからお互い黙りましたけど、今一瞬なんか捕まるまでが長そうだけど、捕まったらアマネきつそうっていう勝手なイメージかな。うん、これはあれですね、お互いがお互いのキャラどこまで知ってるのかっていうのもありますね。うん、結構特殊な組み合わせだと思って、さあこういうところね、捕まっ、ああやりすぎた。ちょっとクラリさんが今ニコ生のコメントで愕然としたのは見えたんですけど、ちょっとねこれは後でね、ちょっと僕気がめいっちゃうんで、ちょっと 6D がお審判になっちゃったんですけど、でもじゃあ流れ的には渋川、うまい。さあ触りました、中段、お、立ってる、これ知ってますね。あー、しかしここは崩れてしまう、しょうがないね。さあこれはダブルバッカー画面端。さあここからね、置き攻めをどうしようか。さあ内野取ってしまう、あ、死んだくせ。さあできるかな、できるかな。さあできた、んちょっと簡単な方選択したか、そうでもない。いや、でもね、いや多分妥協だよ。だってジャンリシーだったもん。最大なのあれで。さあしっかり殺しきる。まずは1ラウンド。さあ必要に崩す。あ、俺今気づきました。こいつちゃっかり12段まで上がってる。あ、本当だ。うわあ、こいつどこぞれしょがりしてきやがったか。さっき言ってたさ、動画見たらさ、九段だったからさ、そう九段だと思ってた。てっきり九段だったかなと思ったの。渋川さんのあまねが12段でどうこうだったんでしょ。あ、これ同段戦じゃないですか、じゃあ。さて下級ヒットしてしまうところ、あっと、これさあどうなる、惜しいからオーバードライブ。やってー、さあ6000減りましたけど。さあガキャン、これは反応してる、あ、ダメだ、オーバードライブ、これは捉えてるぞ、腕が通ってガキャン、さあ抑え込めず。さあチャンスあったんですけどね。さあ1本取ったのはとりあえずエマですかね。さあちなみに、あ、お疲れ様です。アマネのオーバードライブ中の 6D は上昇量が下がるんで、世界だと3に収束するんで、ね、保証ダメージみたいなのでずっと、うん、回し続けることができると。そうですね、とっさの判断で素晴らしい。しかも何が素晴らしいって、ちゃんとオーバーヒート寸前で止めたんですよね、うん、レベル3維持しました、素晴らしい。初めて見ましたね。正確に言うと、あのダメージ、あれの 6D の最低ダメージ、最低保証ダメージみたいなのって結局いくつ入るか調べられないでしょあれ。多分これぐらい減るよねっていうあれはあったと思うんですけど、まあ、さあどうだろうね、あれで 50% 払えば6000は超えてたからね。でもどちらにしろあそこから徴兵を入れる選択肢がほぼないから、ちょっと苦しいね。今日どこもかしこもあまねだよ。さあ2本目ですね。さあ以前、前回の BWE では、ダムアマネだ、そうだ、ダムアマネがヒロニューとやっていい試合を繰り広げて 5-4 で、まあ、負けちゃったんですけど、ただあのヨシキが、いやすごいよこの人って言ってたの俺覚えてるんですよ。あーっと、これは運がないですね。さあ渋川アマネも
ここの辺に対してどこまで食らいつけるか。なんかなんか6位試した。さあ、なんかアクティがいろいろ邪魔をしたような見えたんですけど、さあちょっとこれは捉えた。バソンちょっとずらす感じでしたかね。踏んで、あ、なんかわちゃわちゃしてるな。さーて、しかし捕まえてるのはアマネ側。うお、当たるわ。まあ一応立ちだからな、あれな。さあ降りてきたところ逃さなかったですね。立ちヒットはしっかりと1本取ったね。まあこれしっかり押しましたね、ボタン。まあ、なんだろうな、やっぱあまりが頑張って手出すんだけど、なんかオリハルコンがガンみたいな感じのイメージがあるんですよね。そうだな。ただなんかもうちゃんと状況を作って、こう、うわこうなっちゃうとさすがに、そのなんていうのかな、あー繋がってる。あまりの追っ払う技が A 系統だから、ここの側が結構強気に来ちゃうよね。うん、来ちゃうね。でもこれはいい形に入りましたね、ガキャン。やはり画面端は地獄である。ジャンディースタート落ちてくる。で、ね、このね、あとね、ちょっとの体力もね、削るのがね、少しあまねが乏しいのが気になるところですが、さあこれはジャンプ西から中断。さあ運びも十分、投げは抜ける。あー、いい 6B ですね、これはバースト。さあ CT にも合わせる。ああ、そうなんだよな、あれね、やりたくなんだけどね、あまりに対して速緊急じゃねえや、失礼、後転を通っちゃうとね、ビダッシュ2Cで絡め取られるんだよね。なるほど、まあ、ガーキャンのあたり注意しましょうと。さあ、あの 6B 巻きは 2A なり 3C 狩りなのかな、ちょっと上がりにくい。さあ上が通ってしまった。これがねやっぱ強いっすね。さあ置き攻め、ちょっと離れたところ引き寄せて雷重ね。さあ下段しゃがみスタートですね。さあしっかりする。お、あー、これちょっとうさんくさいな。さあちょっと厳しい。まあそう、さあちょっと、おーっと、位置入れ替えられず、しかしダメージ大きい。3000減って、あっと取った、ワンチャンス。さあこれはゲージを吐いてフルで使った。さあレベさん重なってる。ああ、どっちだ、どっちだ今の。まさか間に合う。うーん、さあどう、これで、いやー、つい、やはりオリハルコン製である。そう、なんかね、頑張っても結局これみたいなね。あのジャンビーの判定の強さ、一回ヒットボックスで見てみたいレベルではあるよね、マジで。絶対横なんだよな、下じゃないんだよな、真横なんだよな。そう、なんか白面の 2A とかでも確か落とせるんで、真横方向はマジ強いんだよな、多分。バングの立ち身が空中で振ってるようなイメージかな、多分。あれとかの来る、あー、そうだね、ライチの棒ジャンビーとか、あー、ライチのジャンビーはまださ、後ろにも判定があるんだけど、ここの絵は後ろが判定がない分、二段技だからね。そう、前に2回ポンポンって出る感じだよね。一発目も2発目、前は強い感じがするね、持続もあるし。あのな、ジャンビーよな、立ち技、しゃがみ技で落とす勇気はねえんだよな。さあ、2本取ったのはとりあえず絵はここの絵。さあ、これはどうなる。なんかパッと見なんですけど、やっぱ斜め Z とかで斜め上方向にあまりが逃げるじゃないですか。はいはい、斜め上方向はさすがのここの絵もとがめる手段がないんで。そうだ、踏み込んで 6A するぐらいしかない感じ、はい、さあこれがちょっとめんどくさい。対処の方法を知らないとだるいんですよね、あれ。なんでこの斜めの空中戦が結構あまりのポイントっぽいですね。こういう感じで斜めから振ってくる。あー、食われた。なんだなんだ。ハリケーンは玉無敵なんでね。あ、まあガードポイントかな。暴れつぶしもマジ、あー見てる。
正中で切り返す。投げを抜ける素晴らしい。あーこれ上からいっちゃいましたね。さあ苦しくなったぞ。だここはしのぎたい。さあしっかり 6A、 しっかり 6A 出せたのに。あー怖いっすよ。あー繋がってる。あっかー、まだ殺せない。地獄、あとちょっとが遠い。いやーダメでしょ。これはしょうがないですね。まあ全部使い切っちゃいましたからね。さあこういうね、この密着のところで交差するときが一番怖い。あ発生的にもここにおるジャンピーの方が速そうですからね。あー逃げ切るぜ。立ち状態ですかね。逃げようとしたところに引っかかってる感じ。さあここをしのぎたい。とりあえず前転はできたものの、いやこれは後転しないですね。状況は良くならない。さあもう向かい側の画面端に到達しちゃいましたね。さあ激しい攻めが続く。下級から下段。さあそのまま封殺。やはり使うやるかやられるかっていう形がちょっと上がります。お互い無敵技を持ってないので、そのあまりの固めであるとか、そのここの絵の攻め系であるとか、その辺がどこまでしのぎきれるか、どこで返せるかみたいな感じになってると思うんですけど、そこはガードスキルだったり対策の知識でしょうね。さあ上から降ってきて、さあここですね。これはちょっと痛くなりそう。これはいいの入りましたよ。さあ奥攻め。さあこれが逃げられない。あ、B スタート。さあどうだこれは。さあこれはライヤーで逃げて、ここでのターン。あーっと、あー当たってしまった。暴れたか、ガードが間に合わなかったか。あ無理やり崩してったぞあいつ。さあこれ合わせる。逃げて逃げて、さあ逃げる。触って相打ち。相打ちってか、あまりのジャンニー・ミーも相当強いじゃんあれ。あー必要以上にジャンニー・ミーが来る。さあちょっと怖いな。さあ触られてしまった。暴れた。押して参る。バソ、おっと狙ってますね。 3C を 6B でくぐる。さあ行く。あーかっ、バックステイ。これ知ってます？悪い例って言うんですよ。はい。ちょっとね一瞬バース読んだからオーバードライブになっちゃいましたね。そうですね。でも確かにあの状態でバースト吐かれてカウンターされたら、あまりの攻撃が重なってもしかしたら死亡確だったかもしれないですね。あ、まあ結果論ですけどね。まあ、しょうがない。お互いの読みがね。2対1ですね。Please select your character.まあ、ここでね一回渋川さんの暴れが取り返したことによって画然分かんなくなってきましたね。そうですね。お互いそのまあ暴れ戦でいうといつもこうなんですけど、画面端に行ってしまえば本当にもう誰でも、もしかしてこのキャラ誰でもっていう、誰でも崩せる、誰でもになっちゃうんで、まあ、その状況を作るまでが長そう。うまい。さあディレイ 3C がカウンターで取りましたけど、さあ押してる。ちょっと 5A がね、暴れが光ってますね。おー、何にもないのに後ろ投げだ。これはちょっとスカシゲランを狙いに行ったところに投げが噛み合った感じですかね。そうですね、投げ抜けを仕込まないやつ。おはー、なんだこれね、3C がね、目の前で使ってもね、隙がなさすぎるのがちょっと問題なんですよ。あまねの 3C 目の前で使ったら半角になるのにな。3C じゃねえ。でさ、向こうのさ、2A の方が間に合ってんだよこれ。さて体力は若干5個の絵がリードしてるか。さあこういう感じですね。さあ上から斜めに逃げたい。さあ下段が通ってしまった。あっと、ここはミスるもののやはり強いジャンピー。
さあしっかりしたちゃんとしたもので選ばないとやっぱり強いですからね。あとやっぱりはい、あとねやっぱこの2つのキャラに共通しているのは 6A じゃないかなって思うんですよ。そうですね、性能面に関してはお互いトントン性能だと思うんですけど、あちょうどなくなった。あまねの 6A も本命なんですよね。通っちゃうと超痛いんで、うん、なんでねこの中盤から後半にかけてねお互いのその対空っていうのもどうなるのかっていうのは見どころにしたいんですけど、うまっ見てからできんのかな。ちょっと大きいだよなあれさすがに。個人的なあとは見解なんですけど、ここらへんがその攻め手を作るために遠距離で火球を出したときにあまねがしっかり C を引っ掛けられるかどうかが勝負なのかなってちょっと思っちゃいます。あーなるほど、まあ、愛な遠距離の攻め系を C 系統でとがめられるかなっていう感じですかね。どちらにしろ単体で攻めてくるには上か下かになるんですけど、はい、渋川さんがうまいことちゃんと 6B だよな、 6B なり 6A なりちゃんと巻いてるんで、ここらへん単体で攻めるにはどっちくらってもちょっと厳しいのかなと思うんですけど、まあ、その辺でどっかで火球出したりああいうの出したりしてから攻めないといけないのに対してどうなるかみたいな。あー絶倒が磁力で流された。あー言ってるそばから 6A 炸裂ぞってことで 3-1 です。さあエマが折り返しに入りました。3-1。さあ試合の流れを見ると今のところエマが優勢に動いているように見えますけれど、さあどうなるか。まあ、ここの絵のねジャンビーが結構通ってる印象なんで、そこをどうするかですかね。さあ3対1の状況で折り返し。さあここで渋川天音が流れを止めないとちょっと嫌な流れになりそう。あとやはりこういう感じで引っ掛けたところ早めに使いました。やっぱ画面端は嫌いなんですね。まあ警戒してますね。あとやっぱ渋川さんが再三見せてる国内の 3C に対して 6B なんですけど、あれがもうちょっとね完璧に合わすことができたら試合の流れ変わりますね。見せることに重要なのかな。一応その 6B をスカッた後って空中状態だから、はいはい、結局攻め系というか攻めの起点にはなりやすいからね。さあここは画面端押し付けてくれ。ハリケーン設置からのもう一発。さあこれはいいの入りましたよ。殺せるのか。殺せますね。これハリケーンは正直指導超優秀なんで。さあここはしっかり殺し切り1本取ったな。シーパーマネ、まあ、今のは上じゃなくて前に逃げようとしたところうまくハリケーンの手前で止めましたね。そうですね、あまねの本命はもう一個あって、やっぱり画面端のあのハリケーンがまあレベル依存になっちゃいますけど、下手なもん食らうとまあもう3000、下手なもん、まあ、レベル1でも減りますからね。そうですね、3500、600でレベル3状態になると5000ぐらい持ってかれちゃうんで、やはりハリケーンはうまく引くは暴きたいところなんですけど、ここはジャンディシー刺されましたけど画面端、2、3回隠れるのが強いよなこのキャラ。さあ歩いて下段、性格の悪さが見え隠れする。さすがにここはさすがにあしっかり殺しますね。さあ 1-1 まで盛り返しまして、さあどうなる3本目。あーいい6ミリですね。うわー何それてかこの指導めったに見れないんですけど、ヘルズファングみたいな使い方してるてか減りますねそこそこ。完全仲間減ったぞ。暴れ潰しだから指導100なんじゃない多分。前なんか A バンカーかなんかの暴れ潰し結構痛かったよな。まあ B だけどさ、押して参ったのはあまねの 2B ラピッテ1で帰る。さあ今のハリケーンの構え長押しっていうんですかね、ハリケーンの構えしっぱなしはバースト対策になってますね。さあ体力的には大幅あまり有利の状況から 6! さあ即バーしましたね今のは。
ああ読まれた。さあ友達になれないやつ。さあここで渋川船が1本取り返す。これはちょっといい流れですね。3人最後の殺し方が結構ガクってエマさん来てたんで。今来ましたね。来ましたね。相手の心をへし折る殺し方いいっすね。さあ試合カウントは3対2、全体構成の半分までいきました。しかし依然リーチはかかっておりません。この試合でイーブンまで戻すか、それともエマがリーチをかけていくか。試合内容的にもあまり一方的な展開は、まあ、ラウンドごとで見ればね結構あるんですけど、全体の流れとしては割と逼迫してますね。そうですね。エマがうまいこと先リスペクトではないですけど、ディレイゲダンを対応してそれがうまいこと通ってる感じが、ああ見受けられますね。そうですね。でそれに対して渋川さんが技の置き方なんですかね、 6B にしろ。あーさっきも見たこれ、やっぱ暴れの AK って遅いじゃないですか。だから投げちゃった方がいい感ありますよね、はいはい。そうですね。だ暴れで A が出るよりはなんか裏投げでみたいなイメージはあるのかな、うん。まあ、打撃とか違えば吸えるしみたいな。まあ投げ抜けのフレーム長いですしね。さあここはちょっと待った後転はアブソリュートをしっかり殺す。ロッテさあその後確認できなかった。おそらく Z 読みだったんですけど、いいもの入りました。ジャンビシャービー繋がる。しかしその後が当たらない。さあ西井が盛大に絡めたところオリハルコンが落ちてくる。まあ、噛み合っちゃいましたねこれは。さあこの画面端から脱出したいでござる。あーこれはクネク競りに行きましたね。そして攻守逆転、一回押し返して、さあ耐えるゴムの状況から、いやーアクティが邪魔。さあお返しという山りにジャンビーがかぶさってく。さてちょっとゴムミスか、その後攻め系したかったか分からなかったか。暴れ通る。おっとガードする。ガーッと西フェイダル。さあ慌てるバーストしちゃう。いやちょっと重たい音が響きましたね。骨の素手の折れる音が、うん。まあ、ここはうまく重力に噛み合わせたか。と前転取っちゃった。さあしゃがみくらいかくってはいなそうなんですけど、ちょっと怪しい。どうだこれは届く。さあ安心と安全のグリードクライム。さあリーチをかけたな今。嫌な流れをねここでストレートで巻き返して、さあ最後どうなるか。さあ個人的な見解なんですけど、まああのその 2.0 のアマネって、まあ、強くない弱いっていうか、ああ下から数えた方が早いイメージなんですけど、イメージとか、まあ、数えた方が早いんですけど、うん、おそらくやっぱり DD の性能が多分このゲームの中で一番弱いんじゃねえかなってちょっと真面目に思うんですよね。ほうほうほう。その成獣、まああの年の方の上位ですね、あれのレベル1の状態の保証ダメージも確か450とか、確かそんなもんしかない。まあ減らないね。でそのドリル祭りの方も、うん、今回調整受けちゃってるんでそこまで減らないんですよね、うん。って考えると、まあ、他のキャラ例えば、まあ、ここのは持ってないですけど、まあ、カーネージシダーを離してきたとしても、うん、もうちょっと減るだろうっていうちょっとね、うん、同じカウンターになる条件だったらなーっていうちょっと思っちゃうんですけど、なんかあれだね、もうちょっとあのドリルいっぱい出てくるやつとかも気軽に打てる 50% 技みたいな感じにしたらよかったのかもしれないね。そうっすね。なんか昔のさマブカップのゲームみたいな全画面技じゃないけどさ、ダラーってなんかすごいスピードでショックウェーブが出るみたいな。ちょっと難しいよな調整がな。わかんないですよ、もう将来的にはバングの傘みたいに DD から通常必殺技で降格ありえますかね。あさあタッチカウンターからこれ 6D 見えてる。いやいい確認でしたね。さあ本命が通って一気にアマネのターンが作れそうですね。これは
さあしかしね、結構ここね、もう逃げようと思えば逃げれるんで時間稼ぎしてますね。さあこれはどうだ。さあここはレベル3なんでしっかり殺しきり、ここのダメージは美味しいです。さあ一本と、ただ渋川はね、踏んで、さあちょっと直側に意識いってしまったが通ってしまう。もう一発落ちてくる。いやこれはいい流れですよ。あっと押し返す、位置入れ替えて、さああの D は OD 仕様ですよ。あーゴビーで暴れたところ、さあ落として、さあこれ前転的なやつ、さすがにこの流れはダメなやつ、しっかり殺しきり。さあ4対3、ストレートで取られたのストレートで取り返しましたね。さあ甘えた点々はさすがに通らないですね。やっぱり、まあ、ゲージがないと勝利権打ってないですからね。ああいう場面は読み合いになるのかな。一応はやはり無敵技を持ってるギャラ持ってないギャラって対アマネのその言葉を悪く言ってしまえばもがく行動っていうのがやっぱり、まあ、選択肢がね一つ増えるからね。なんかライヤーでなんかごまかしそうな気もするんだけどな。レベルによりそうかな、ちょっと怪しい。さあしかし依然リーチは、エマココナイのまま。渋川が決勝ゴールを決めるまではあと2本必要です。まあ、ここはねぜひね一回取ってリセット持ち込んでもらいたいですね。さあふわりふわりとして A が通る。ちょっと背中出ちゃってましたね、 A 打つの早すぎて。バックステかられる、しかし空港に行けない。あっと痛いのが入ったか、バソ。さあ画面端なんとか押し付けていきたいジャンディ。当たるカウンターすると繋がりますが、おもらししちゃう。さあ気を取り直してジャンディがヒット、早出しましたね相当。さあやはりここの 6A に勝つには、さあレベル3作って刺さった、これはダメなやつ。いやーうまい具合にドリルがフォローしてくれましたね。激連飛ばれてあわやと思ったんですけど、さあレベル3のタケノコはでかいですからねマジで。刺さりそう、怖い。動けない。あとはあまねがドリルを押すだけ、簡単な作業にガキャスで刺さる。これはもうドットしかないやつ、これないですね。しかし触りましたよこれ、残り体力1で、あいやーあーっとここミス、さあ分かんなくなった。あーこれほんま分かんないですね、これ分かんないですよこれ。さあしかしここは中央に逃げて、さあここはもう持ち前の機動力に助けられましたね。あと1回捕まったら分かんなかった。さあ1本取ったな渋川はね。今なんか手出しちゃいましたね。さあちょっとエマの集中力が切れてきたか。あーうまいですね、しゃがみましたね。そうですね、あれでしっかり掛けを消せばここの辺側の攻めの起点はあとはこれだけなんですよね。引っ張ってくるこれだけ。ジャニビ、さあうまくさばいて画面端巻き込まれて前転させねえよと、イモバーストタチミスタートになる。これは痛い、これは補正切りか、ちょっと上がりにくい。さあ豪華決断成就足りるかな、りないけど 3C ライブ、さあギリギリ届け、さあこれで4対4、素晴らしいですね。やっぱりもうちょっとだけダメージあってもいいのかなって思うんですけど、いやでも今の渋川さんの判断も、そうですね、あそこ素晴らしかったっすね。かなりギリギリのラインだったんだよなあれな。ちゃんとオーバードライブ上げてレベル2まで上げてから締めましたね。そうですね、
さあお互いリーチがかかった状態の最終戦4対4。さあ序盤の流れはエマがかなり押してましたけれども、これは逆転の兆しがちょっとずつ見え始めましたよ。ああこれは面白い感じになりましたね。さあお互いぶっ殺したいオーラはあるんでしょうが、画面端に到達されちゃうとちょっと苦しそう。さあいいの入りましたね。さあ駆け出したり、さあ先手取って押し込んだのはアマネ。さあバースト先に入ったエマだったが、ここは捉える。さあちょっとシーケンス振りすぎましたかね、引っ張られてそれ使っちゃいました。逆に画面端ね、ここらへんのコンボね、気軽に位置入れ替えられるのが結構いいところですね。そうですね、しっかりと位置入れ替えて画面端戻ってくる。ザーザリミオキダル走ってくるアマネ。じゃあここはガドガキャン消火球を放す。さあこれはしっかり拾う画面端。ここしのげるか。さあちょっと暴れたかった。ありあかんね、なんだろう今のコンボミスったのかな。アブソリュートでギリギリ死んだんじゃねえかなってちょっと思ったんですけど、さあドット残ってるのあまりがワンチャンス追う。コマが落ちてきて走られる。さあリーチかけたな、エマいい走り込みでしたね今のは。さあ攻めけ攻めけ。さあ下級に対しても反対の下級なら屈していかない。ジャンディジャンディ落ちてくる画面端。さあこの人ワープで濁しましたよあいつ。ダブルバンカーからさあ強引潰して、さあ誰か半分切ったところでバスト。いやーとかないですね。あーいいの入った。さあしかしカモコマは落とせず。おっとここで 6B、 いやーもったいない。さあしかしジャンプ 2B が通って体力並ぶ。直で投げる。さあこれは流れが来たか。助けて助けて竹の子。さあここは確定ですね。さあ素晴らしい。さあ本当に最終ラウンドまで持ってかれる。さあどっち勝ったのかな。さあこれで分からなくなったぞ。バーストのアドバンテージを失ってしまった。さあロケカウンター、これは惜しく。さあここで決めますか。さあしっかり落として画面端。ジャンニビー刺さるか。一入れ替えてまだまだ落ちてくる。あーお互い攻めたい気持ちが。おっとこれ怖え。さあしっかり落としてハリケーンヒット。さあ逃げ切れずと。ってことで渋川まで逆転勝利、おめでとうございます。いやいい試合でしたね。